どうも皆さんこんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回はですね、新パックにて登場した最強のカウンタートラップを使っていきたいと思います。本日は陰キャ降臨と陰キャ降臨します。どういう戦術か、死ぬほどカウンタートラップで相手のやりたいことを止めていきます。ひたすらに無効にしていきます。全部無効にします。どういう、ギミックになっているか、カウンタートラップめちゃくちゃ積んでまして、カウンタートラップ死ぬほど積んでまして、どういう、ことをするか、パーシアスはもちろん強いですよね。リンネのパーシアス、これは皆さんもよくご存知かと思います。カウンタートラップを見せると、手札を、見せて1000ライフ払うと相手の、カードの発動何でも無効にして、こいつパーシアスを出せるよと。で、なんで今更これなのかっていうと、新パックにて登場したこのバスターカウンターっていうカウンタートラップ、これがね結構楽しいんですよ。これ効果よく読むとなんかお強くなってなるんですよ。自分のフィールド上にスラッシュバスターと名の付いたモンスターが存在して、モンスターの効果魔法トラップカードが発動したときにその発動を無効にして破壊する。つまりスラッシュバスターがいればパーシアスできるんですよ。これクソ強いですよね。でだから、このカウンタートラップと組み合わせてるっていうのと、あと もちろんテンバスとか、セテとか入れてるんですけども、カウンタートラップがだから 1,2,3,4,5,6,7,8,9 枚耐性、カウンター9枚耐性です。まあそこそこ引けるかな、2枚引きたいんですよね、カウンタートラップをね。基本的にはパーシアスがあるんで、でバスターカウンターを使うには結局スラッシュバスターを立てないといけない。でスラッシュバスターで今一番やっぱり出しやすくて強いモンスターは何かっていうと、スターダストがいればスターダストなんだけども、今やったらレモンなんですよね。でレモンスラッシュバスター結構強いんで3500だし、で、ちょっと難しいのがプレイングが、これスラッシュバスターがいないといけないんで、レモンがいるだけでは使えないんですよ。だからちょっとプレイングが難しくて、相手のデッキに応じてもうバスターモードを即座に打つのか、あのエスケープに使うのか、要はこれ使うんだったらスラッシュバスターにならないといけないから、あのサクリファイスエスケープ権利、要はなんかに何かの発動にチェーンしてバスターモードっていうことをすると結局このカードが使えないんで、これを使うにはなっておかないといけない。だからサクリファイスエスケープ権利を放棄してるんですよ、ちょっと若干ね。だからその辺はちょっとプリングの相手の敵に合わせて変えていくっていう感じがあるんですけども、それにしてもやっぱこのカウンターががっつり積んでる、バチコリ積んでるって結構強いんですよね。で、スキル宇宙の法則にしていて、もう絶対にこのサイキックリフレクターを引いてくるという感じ。上振れると一番強い、やっぱり。なんでかっていうと、トラップ、魔法トラップがこんなにいっぱい入ってるから、レモン、出した上で、バスターモードセット、リンネセット、バスターカウンターセット、手札にカウンタートラップみたいなこともできるから、結構強いんですよ。1枚消費で、1枚消費っていうか、ほぼ消費なしでね、シンクロダが立つんで、サイキックリフレクターは。ということで、早速、何もさせないマン、降臨していきます。デュエルスタンバイ。さあ私のドインキャブリをドインキャブリを見せてやろう。サイキックリフレクターを召喚し、リフレクターの効果、ヤリレクターさんの効果発動、バスタービーストを手札に加えてバスタービーストの効果発動。よし、これはいいぞ。流れが伏せが強くなりそうだ。そしてサイキックリフレクターの効果発動、バスターモードを相手に見せつけることによって墓地のバスタービーストを特殊召喚、レベルをもちろん3つ上げていく。そしてレベル7となったバスタービーストにレベル1サキグリフレクターをチューニング。王者の鼓動、今ここに列をなす天地明道の力を見るがいい。新規の召喚、我が魂レッドデーモンズドラゴンレッドデーモンズドラゴン降臨していく。そしてカードを1枚セット、2枚セット、3枚セット、ターン終了。さあなんかしてみやがれ。さあ何デッキだこれは、打天使か、お、ネフティスだ、なるほど、ネフティスか、祈りて、はい、ダメはい、ダメ、はい、それダメで、これ無効にした上で、モンスター特殊召喚していく。うえで、ボタンオンにして、で、バスターモード発動だ。バスターモード、これによって、俺はレッドデーモンズドラゴンをリリースし、デッキより、レッドデーモンズドラゴンスラッシュバスターを特殊召喚。さあ、どうする？ユメルさん言う、どうするかな？一回止めたんだね、結構。あ、来た！やべ！
はい、はい、ダメちょ、もう一枚やめて、マジで。もう一枚やめて。もうそこまでにしようぜ。そこまでにしよう。よし、ナイス。スキル発動、宇宙の法則、ドロン。しゃ、何もさせないぜ。クリボール投げろよ。あ、どうしたイベルさん、どうしたイベルさん。何もできてないけどま、させてないんだけどね。さあ、お相手の方、ダイナソー龍崎さん、よろしくお願いします。パイナポール龍崎さん、よろしくお願いします。デュエル3倍。こうですかね。ちょっとね、初動札が、サイキックリフレクターが3枚しかないんで、先行だと 50% しか引けません。基本的にはね。まあ、一応パーシャスとかがあるんで、なんとかあれなんですけども、ただね、あれよ、バスターカウンターとかだけがしちゃうっていうパターンがすげえ弱いから、なんでね、ちょっとね、その辺が難しいところではある。まあ一応このパーシアスの、トラップカード1000ライフ減らせるんでね、まあ、割とそこもなんかスキルの相性とそこそこいいかなと思ってるんですが、さあどんなデッキなんでしょうか。私は陰キャしますよ。私はスーパー陰キャしますお、あれか、ブルーアイズか。オッケー。守備、なるほど、守備ですか。ほうほうほう、守備、セットオーケー、セットオーケーで、セットオーケーで、コスモブレイン効果で、太鼓リリースはマジで陰キャ。それはそれはガチで陰キャそれはガチ陰キャするわ。で、バス見られやろ。バスじゃねえや、バスも、バスもどうせ引っ張ってくれるんで、これいらないんですよ、もう1枚は。で、1000ライフ減らしつつお前はデッキに戻りで、私の陰キャ最強モンスターが出てくる。ウェイウェイ、こんにちはこんにちは。さあ、で、太鼓の白石の効果によって白き霊竜が出てくるが、その白き霊竜のを、コズミックサイクロンでぶち込んでいくぜ。さあ、白き霊竜出せよ。どうした、パイナポーさん。さあ、このセットカード気になるよね。除外したいよね。除外したよね、これ。なんか怖いよね、これ。怖いよね、これ。このカード。なんかやばいカードかもしんないよ。なんでブルーアイズなんだよ。くっそ。じゃあ、これまず一回スキルを発動して、宇宙の法則してから、してからのことさい。これでもう一回使います。すげえ。ナイスプレイング。で、分断、オッケー。で、サイキックリフレクターを攻撃表示でしょうか。サイキックリフレクターの効果発動。バスタービーストの手札に加えていく。そして、サイキックリフレクターの、違うわ、バスタービーストの効果発動。バスも持ってきて、で、サイキックリフレクターの効果。もちろん、バスターモールと名前が記されたモンスター1体を、自分のフィールド上に、我のフィールドに特殊召喚する。レベル3、上げて、レベル8として、バスタービーストを特殊召喚。レベル7、バスタービーストにレベル1、サイキックリフレクターをチューニング。王者の鼓動、今ここに列をなす。天地冥土の力を見ればいい。シンクロ召喚、我が魂レッドデーモンズドラゴン。まあ俺様の魂ではねえが、カードを1枚セット、もう1枚セット。パーシアスの効果、ネットっけおめえは。しゃ、バトル、うれえ強すぎなんだが、強すぎか、おい、強すぎか、なんだこの手でっけ、やばすぎだろ。で、とりあえずちょっとですね、一回バスもします。ちょ、一回バスもしましょう。バスもしてて初動飛びましょう。これなんかすげえ謎の動き、怪しい。これ絶対ドローフェイスでやるのじゃねえもんな、これ。これ絶対このくせバスターも、バスターカウンターですよって言ってますよね、これね。どう考えても、これ有識者だったら、これ絶対あれバスターカウンターかってなるんですよね、あれ。逆にそれを期待してのなんか、あえてのバスターモード発動っていう意味わかんないプレイングもあるんだけど、お、なんですか、あれですか、コスモブレインですか。あ、手札強いですね。なるほど、コスモブレイン3100、なるほど、いいでしょう。3100にしたところで、まあまあそれぐらいやれましょう。いいですよ、全然問題はございません。関係ないけどね。で、スキル発動、宇宙の法則、毎ターンサイキックリフレクター引いてきちゃうんだな僕。サイキックリフレクター攻撃表示召喚し、サイキックリフレクターの効果発動。あ、もうこれしかねえか。バスターモードねえから、見せらんない。まあええわ。はい。
で400ダメージ、あ、自分が死ぬんか、やべえ、ミスった、やっべ、ミスったんだけど、ミスった。これ今のさ、バスターカウンターでさ、自分のそのなんかあのレモンスラッシュなんか破壊したらレモン出てくるの、ちょやったもんねえ、わかんねえや、ちょ出てくるのかな、ちょ誰か教えてくれ。ちょ今のさ、もしかしたらバスターカウンターしたらなんかレモン出てくるって超かっけえプレイングできる、まあ、それは回収していいよ、全く問題ない。3500っていうバケモンみたいな打点が超えられるんだったらな、まあ、そのぐらい許しあるぜ。まあいいだろ。さあ、なんか発動しろ、何か発動しろ。セット、オッケー、セットか、いいだろう。そのカードなんでしょうね、なんも怖くないんですよね。セットバトルくらえ、アブソル、なんもねえんかい、なんもないんかーい。さあ、お相手の方、石津石太選手、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。石津石太さん、墓所封印とかマジでやめろよ、マジでインタだから。サイキックリフレクターを攻撃、違う、まずバスターベースト効果発動して、で、バスも持ってきた上でのサイキックリフレクターを攻撃表示召喚。リフレクター効果。バスも加えていく。そして、サイキックリフレクターの効果発動。バスも見せて、バスタービーストをレベルを3つ上げて特殊召喚。そしてレベル7となったバスタービーストを、バスタービーストにレベル1サーキックリフレクターをチューニング。王者の鼓動、今ここに列をなす天地冥土の力を見るがいい。シュックの召喚、誰かの魂、レッドデーモンズドラゴン。カードを1枚セット、もう1枚セット、バトルだ、くらえ、アブソリュートパワーフォース。よーし、最強だぜ、このバスタ、リンネのパーシャス、おい、バスターカウンターじゃねえや、バスターモードがセットされてるという最強モード。さあ、一回何か止めるぜ。まあちょっと本当はね、バスターカウンターがもう一枚あると非常に嬉しいんですけどね。ナイトショット、やめろ、やめ、どっち、カウンターはもう発動できないけど、真ん中だったら止めますか、これちょっとね、エスケープ権利は残しときたいところあるんだよね。で、これ捨てるのむずいな。リフレクターもいらねえか、これ一回引けるからな、次で、1000ライフ減って、次のターン宇宙の法則は絶対に確定していく。で、モンスターを特殊召喚していく。ホーリーライトポッシュス特殊召喚、よしいいぞ。ナイトショット強いよ、バックジャケットもこの盤面返せます。ウルナイト、ウルナイト、ウルナイト、アイス、え、嘘でしょ、ちょっと待って、嘘だよ